ああ、おう、あった。ちょっとスケジュールちょっと取ってくる。よいしょ。よいしょ。ああ、リボンつけようと思ったのに。ああ、また忘れ物した。ちょっと待って、今日忘れ物が多いな。いつもか。いつもですね、私。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今シェアしたよね。シェアしたよね。オッケー、オッケー、オッケー。かゆい。ちょっと待ってよ。え？どれがいいんか分からん、テレビ。なんてしよっかな、テロップ。あ、なんでもなく、後でいいや。あ、嘘。8時から歌います。こんばんは。マリウスさん、こんばんは。こんばんは。ヤッホー。こんばんは。ヤッホー、みんな。こんばんはだよ。え、なんかさ、マリウスさんとチーラさんさ、アバター一緒。今、虫がおった。いや、今の虫だな、絶対。昨日からね、うちね、めっちゃ刺されたんよ。1、2、3、4、5、6個も刺されてる、足。ほんまにかゆい。ちょっと倒そう。こんばんは。ちひろさん、ヤッホー。アバター一緒だね、マリオさんと。ヤッホー。おちめじさん、バンニャー、バンニャー、ヤッホーい。こんばんは。あ、まやちゃんだ、まやちゃんだ、まやちゃんじゃ、まやちゃん。まやちゃん、ヤッホーホー。歯が混じっとるよ。そこ言う人。こんばんは。ヤッホーい。すごい。こんばんは。レレレのおじさん、ヤッホー。ヤッホーい。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホーホー。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホーホー。あ、アッシュさん、こんばんは。こんばんは。どんどん夜ぞ。夜ぞ、言うて。あ、待って、レッスン行ってきますね。だって。まやちゃん、頑張って。レッスン頑張って。ファイツ、ファイツ、ファイツ。頑張ってね。バイバイ。ありがとう。ありがとうね、来てくれて。まやちゃんだって。そう、まやちゃん来てくれた。レッスン行く、いや、ペペ。ちょっと噛むな。今日絶対噛む日だわ。うん、今日じゃない。レッスン行くそうです。頑張ってください。今、首が痛い。バキって言った。バキじゃない。ゴキって言った。ゴキはなんかやだね。福尾さん。ワンバンコーちゃんなお。ヤッホー。ちゃんなお。ちゃんなお、ちゃんなお。アンナちゃんのアバター。あ、アンナちゃんのアバターなんだ、これ。あ、なるほどね。めっちゃ可愛い。あ、可愛い。ちょっとあんまし見えんけど、なんかアップにせんと見えん。ちっちゃい、可愛い。なおちゃんのおみ足？おみ足？何？おみ足って。おみ足、うますぎるけん、せ、説。何のこと？あ、待って、ハートくれてる。誰？あつきさんだ。あつきさん。ありがとう、ハート。ありがとね。ありがとう。おお、ハート祭りだ。ありがとう。パチ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 。ありがとね。いつもいつもハートありがとう。心を込めてハート100個。心を込めてありがとう。心届きました。心、はい、つかまれました。なんて言えばいいか分かんない。ありがとう。嬉しいね。ちょっと待ってよ。ちょっと待てよ。コメントどこ？あった。ゆきちゃん、こんなおちゃん、こんなおちゃん、ヤッホー。ヤッホーい。こんばんは。シバニアさん、こんばんは。こんばんは。まえちゃん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。もう行っちゃったよ、多分。
7時からだったのかな、違ったかな、 そんな感じよな多分。あつきさんこんばんは。日曜夜はなおちゃんの広島弁で癒されよった。癒されるか広島弁。あれあつきさん広島じゃないんだ。あ、東京、え、東京、あれあつきさん広島、なんかもう分からんくなってくる。え、あつきさんじゃ広島弁じゃないってことか。あれ、うちこれ前も聞いた気がするんじゃけど違ったっけ。あれちょっと教えて教えてとか言って、おす、おらアンナあ、待って、めいちゃんさんも、めいちゃんさんもあのアンナちゃんのアバターじゃ、みんなだね。 みんなではないけど、え、このアバターゲットするなら今日がラストチャンス。今日がラストチャンス。え、ちょっと行けたらじゃあ見に行って、星投げ、星あるかな。 あった全然ある、全然ある。星投げしてじゃあちょっとゲットする。え、星投げたりしたらさ、カウントとかしたりしたらさ、あれもらえるよね、アバター。違うのかな。お、今日前髪が100点だぞ。いいぞ、その調子だ。46の点ありがとう。落ち武者さんありがとうね、ありがとう。今日スーパー行ったら何もなかった。え、なんで、あ、そういうこと。北海道よな確か、ユッキーちゃんって。雪じゃけ、うち北海道って覚えたもん。大丈夫、北海道の、大丈夫じゃないか、北海道。え、食べるもんない。え、どうなんじゃろう。なんかうちね、ニュースでね、見たんだけど、結構すごかったよ。なんか最近さ、そういう地震とかが多すぎて、なんかもういつかは自分のとこに来るってね、うちはもう考えとってね、ちょっとずつね、非常食を準備してるの。ちょっとだけちょっとだよ。なんかお菓子類、なんていうの、今日食べたんだけど、茎わかめを一袋あそこに置いてある。片付けた。まあいつかは多分食べるだろうけど非常食とは言わんな、非常食じゃないわ非常食じゃなかったです、ごめんなさい。大丈夫かな。北海道で会ってるよね、違ったっけ。あれちょっと自信なくなってきて、あー、なんかちょっと今日暑いぞ。暑くない今日。広島の方は今日ね、雨って聞いた。雨というか朝雨降っとったって聞いた。今は知らんけど。大丈夫みんな。アイドル祭りの革命少女よかったぞ。めっちゃよかった。もうびっくりした。さ、もうずっと4時くらいから始まったよね。4時からずっと見よって、まあ、友達 3GA の子も出るし、じゃけ 3GA と革命少女目的でもうずっと見よって、なんか出番はうち何番って聞いとったけ、まあ、なんかそれでって思って、そこだけ見ればいいかなとか思ったけど、なんかもう全部見よって、いつの間にか。すごかった、革命少女びっくりしたもん、うち。なんかもうえっと思って、なんか第二のスプラみたいな感じで思ってしまった。ダンスが上手すぎて。歌も上手いよ、もちろん。うちの中の推しはミコちゃんかな。ミコちゃん大好き。みんなは誰、どれだっけ。福岡さん、吉本坂46の看板が眩しいぜなんでやねん、眩しくないよ。どういうこと、吉本坂46の看板、何看板って。あ、ほら、俺北海道だよって。大丈夫ユッキーちゃん。え、多分ね、北海道の人ね、他にもおったよね。ユッキーちゃんと誰だったっけ。あー、ちょっと忘れた。なんか誰かおったよね、ここ、このリスナーさんで。大丈夫、ちょっと現状聞かせて。星一つでも投げればもらえるよ。あ、じゃあ投げるわ。え、まずもううち今日見に行けるかな。うちね、今日ちょっとね、テスト勉強して早寝するつもりなんよね。何時からやるんだろう。STU チャリティーコンサート大阪来てます。あ、今大阪ですか、スマイルさん。こんばんは。いいな、チャリティーコンサート。チャリティーってどういう意味だっけ。なんか募金じゃない、なんかあれよね、イエーみたいな、手伝う、 なんて言えばいいか分からん。あ、落ち武者さんありがとう。何だったっけ、アイスじゃない、なんて言うんだっけそれ。あ、リンゴ飴だ、リンゴ飴、リンゴ棒、違うね、リンゴ飴ありがとう、ありがとうね。ちょっと暑いわ本当に。
カウントではアバターもらえないっちゃ。あーそうなの。じゃあ星星投げればいいんじゃん。ピッピッピッってオッケー星投げる。星はねきっとあるから。最近あの他の方の見に行けてなくって多分あると思う。広島出身、広島弁の神奈川住みです。あーなるほど、なんか前聞いたわ、広島出身なんだよね。あ神奈川な、聞いたわ。それ前も言ってもらったよね、ごめんね、覚えるわ。神奈川住みね。あなるほど、じゃあ広島弁ちゃん同じやん。あそうなんじゃん。ちょっといつか広島弁でお話しましょう。じゃけじゃけ。スマイルさん、頑張ろう瀬戸内テーマに良かったです。ああそれがテーマってこと。頑張ろう瀬戸内、頑張ろう全国よ、頑張ろう日本、頑張ろう北海道って感じで。イコラブのライブと横浜観光で幸せな、うわもうアバターが一緒じゃけ誰かわからんかった。土偶ね、幸せな土偶でござる。え、イコラブのライブと横浜観光、今東京ですか。東京っていうか今関東にいます。じゃあいるってこと。え、そういうことだよね。あ、違う？あれ？あれ違うのかな？いいな、うちも観光したい。東京の観光はもうすることないと思うけど。メバルさん、なおちゃん来ましたよ。ありがとうございます。こんばんは。ほぼない。あ、ほぼないんだ。やば。でもね、それね、前の広島の時もさ、なんかお母さんが LINE で言ってくれて、なんか結構スーパーのものが結構なくってみたいな、それは聞いとったけど、それと同じ感じよね。もうそういう時はどうすればいいん。ツイッターとかでさ、なんかよくやってるよね、なんか 食料ない方はここになんか準備してありますみたいな、限定なんか数量あれだけどみたいな感じであるよね、そういうの。ちょっとうちもそういうの調べてみるね。大丈夫かな。うち一回もそういうのまだなったことないけさ、なんか怖いよね、やっぱいつ来るかわからんじゃん、そういうのがさ。いつもなら10時ぐらいかな。ああ10時だったら見に行けるかも。11時ぐらいに今日寝るつもりだけどね。いつもつもりとか言って寝れんのよね、本当にもうやだ、うん、1日停電してた、やば。パンカップ麺は品薄だよ。そうなんだ、カップ麺って品薄になるんだ。でもさ、カップ麺もし買ったとしても停電しとって電気使えんのだったらお湯がつげんくない。あつげるんかな。あじゃけみんな買うんよね。えでもパンとかあれは大事。あのコンビニとかも何もない感じかな。あのあれだよ、あれよ、おにぎりとか。え何がいいんかね、そういう時って。何が、ちょっとわかんない。ちょっと調べよう、みんなで。大丈夫かな。水ガスは大丈夫だって。あ、そういうこと。そうなんだ。あ、なるほどね。ただ電気がつかんってことか。じゃあやば。じゃあ携帯は充電だけ充電できるってこと。あ、できんってことかな。え、どういうこと。怖っ。金曜日には広島帰ったよ。あら、あれ、アバター変わった。え、違うか。あれ、え、もうなんでもない、わからん。ちょっと待って、どこだっけ。金曜日には広島帰ったよって。あれ、あのライブって木曜だったよね。で木曜金曜、あ金曜に帰ったんだ、次の日じゃん。やば、すご。楽しかった。東京というかライブとか。うちはね、木曜日めいちゃんさんがイコラブのライブ行っとるときにジェットコースターで楽しんでたジェットコースター楽しんでたよ。多分そうだった気がする。ママさんもあんなちゃん、ほんまじゃ、みんなしてあんなちゃんじゃん。やば。横浜の中華街行ったらハリネズミカフェがあった、うらやましい。ハリネズミカフェ行きたいんだけど。でもなんかうち触れそうにない。ムックだったらまだなんかいけるけど、怖い。でも行ってみたい、絶対かわいいもん。いろんなさ、色のハリネズミがおるよね。ハリネズミってかわいいんだよな
会社のね後ろの席に西条出身がおるけ基本毎日広島弁トークあずると広島弁トークしおるよってめっちゃ羨ましいんだけど、いいなぁ。もううちのほぼ地元やそんな、羨ましい。うちも広島弁でトークできる人がね近くにおればいいんだけどね、そんな2人ぐらいしかおらん東京で。よく遊ぶ人で広島弁なのが、でもひとみちゃんもよく、まあ、時々遊ぶけど、福岡博多弁か、博多弁じゃけ、まああんまし違わん、似とるけどね。やっぱ難しいよ、なんかね、やっぱ広島弁っていうかなんちゃら県とかじゃけとかなんかそういう言葉を使ってくれたらすっごいね嬉しい、なんか親近感というかすごい嬉しくなる。でも学校とかにはそういう人がいないからさ。震災は阪神と東日本に巻き込まれた。阪神、マジで2個やばい。そうなんだ、東日本って3月のやつよな。阪神って何月なんだろう。やば、すごいね、それを乗り越えて今まだ元気に生きれとんよ。すっごい、すごいわ。ひとみんが地震あった日に朝顔出したら心配してた。そりゃそうやろ。あ、ちょっと待って、なんか LINE が来た。ひとみちゃん朝配信してるもんね。いつもうちがなんか7時ぐらいに1回目が覚めるんですけど、その時にひとみちゃんのあのショールームの通知が来て、いや見ようと思うんじゃけど、なんかもう眠たくって、それどころじゃなくてもう携帯こう持ちながら寝とるんよ、うちは。じゃけもういつも朝見れんのよな最近。前まではね見よったんじゃけどね、もう最近は寝るのが遅くって朝起きるのが辛い。辛くはないけど8時とか9時とかなるんだよな。まず工場が止まってしまうから何も作れなくなる。あ、そっか、じゃあもうほんまに食料がないってことだよね。あ、そうなんじゃ。なんかあのね、広島の地震の時になんか食料がないって聞いて、なんかうち東京から送ろうと思って、なんか 送れるんじゃねと思って調べたんですよ。そしたらあの宅急便じゃないけど、ヤマト、何宅急便のやつも全部止まっとるっていうか、交通がさあれじゃん、不便じゃけさ、交通不便、ちょっと分からんけど、じゃけもう宅急便も止まっとって、もうどうしようもできんって思って、そしたらまだお母さんはお家はあの食料あるけど大丈夫よって言っとって、まあそこは解決したんですけど、宅急便とかも止まったらもうさ何もできんよね。そっか、大変だよ。東日本の時もさ、あーそうだったけど、必要以上に買いだめしちゃうんだよね。いやでもそうじゃろうね、だってさたくさん買っとかんとさ怖くない？もう絶対うちもうね倒れる多分。そういう時のためにもね、水とか絶対買っといた方がいいよね。水でんかったらもう喉乾いてダメだもんね。うわぁ、ちょっと水だけでもちゃんと準備しときます。私金曜に電気復旧したよ。あ、金曜に復旧、あれいつだったっけ、木曜だっけ地震、え、いつだっけ、今日何曜、今日日曜だっけ、あれそんな前なんだっけ。金曜に電気復旧したよって。あ、すすむさん、やっほー、こんばんは、こんばんは。ごめんなさい、コメント読むの遅くなって。こんばんは。お、新しい方かな。チェズさん、チェズさんですね。こんばんは。お、乃木坂46さんのファンの方ですね。こうやってプロフィールが見れるけすごい便利ね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。全然コメント読んでない、ちょっと待ってよ。どこだっけ。今回の地震の影響でうちも明日から一部の商品つけれなくなった。どういうこと。うちも明日から一部の商品つけれなくなった、つけれなくなった。北海道産の原材料が、あーなるほど、
剣なみなんて読むのなんて読むそれ。あ、そういうこと。北海、そっか、北海、え、何の仕事してんの。え、どういうこと。あれ、柴田さん、坂道で広島は乃木坂の和田真彩しかいない、卒業生に一人いる。あー、なるほどね、姫たんと和田真彩さん。和田真彩さんはうちあれですよ、ショールームじゃない、間違えた、ショールームじゃない、吉本坂の夜中の番組をなんか見てるんですけど、まあ当たり前か、見とって、前あの松村さゆりさんの代わりで出とった、それで見ました。あ、ちょっと予約しとく、絶対また忘れるけん予約しとく。なおちゃんのスクールの大先輩、そうですよ、大先輩ですよ、本当だよ、大先輩じゃん。あ、予約できた、 OK。 電気が止まって最初に必要に なったのは氷、氷が必要、え、氷だよね、それ水やないの、氷よな。冷蔵庫にぶち込むブロック氷、氷大事なの。え、冷蔵庫にぶち込んでもすぐ溶けそうね。え、氷がいるんだ、水じゃないんだ、氷なんだ。今コンビニ行ったら何もないよって。え、北海道の全部がそうなっとんかな、一部だけがすごいひどいんかな、どうなんだろう。今回どこが一番結構すごかったんかな。牛さんのミルク絞っても加工できなくて捨てなきゃいけないんだって。ああ、なるほど、そっか、そうだよね、早く復旧するといいね。ね、早く、あ、ちょっと待って、ラインが復旧することを願いましょう、みんなで。いつかはね、ちょっとユッキーちゃんとかも元気にこの配信を見れるように、ちょっと早く良くなるといいな。本当にどこだっけ、物流麻痺してるからいつ入るかわからない状態だよ。大変、なんかもう考えれん、そういうの、なんかやば、作れなくなったの、間違う。あ、ショールームちょっと動いちゃった、作れなくなる、作れなくなる、作れなくなる。どこだっけ、あ、これか、あ、作れなくなった、そういうことか。あ、なんだなんだ、うちはコンビニの、え、コンビニのスイーツ作ってんの、すごい。ここでなんか褒めるのもあれだけど、え、すごいね、初めて知った、え、すごい。あ、そうなんだ、じゃあうち今度コンビニのなんか食べるとき、スイーツ食べるとき、べーちゃんさんのこと思い出すわ。あ、これ作っとるかもしれんのんかって思いながら食べます。はい、北海道の方々のより早い日常が戻ることを願い、バイナオ、ありがとう、来てくれてありがとうね、バイバイ、福王さん、バイバイ。夏やから食材を守らねば、あ、ほんまやね、氷は頑張っても作れないからね、確かにそうだわ。あ、そういうこと、そっか、夏に起きたら氷が大事ってことよね。でも冬とかにもし起きたとしたら、まあ氷、やっぱ水やろ、どんだけ水好きなんて感じやけど。そっか、すごい、なんか今日すごい前だな自分。安平町かな、それあたりがすごいよって。ゆきちゃんとこはどこだっけ、前聞いたよね、旭川忘れた。そうか、大変だよ。とりあえず7日分の食料用意ね、冷蔵庫も使えなくなるから OK。 何買えばいいんかね。レトルトのカレーとか、レトルトっていうかレンジでチンして食べれるご飯とか、そういうの買っとけばいいのかな、どうなんだろう。広島帰ったら某セブンのスイーツよろしく、 OK。 あ、セブンとか言っちゃった、え、すごい、セブンちゃんなんだ、あ、そうなんだ、 OK。 じゃあ広島だけってことか、そうだね、そうよね、広島でこう作ってるもんね、そっか、 OK。 じゃあ広島帰ったらあのセブンちゃんのスイーツ食べますわ、あのシュークリーム食べさせてもらいます、シュークリーム大好きなの私。
ひめたん知っとるんだね。あ、そう、合格発表の時にひめたんの後輩がいると知ってなおちゃんを知ったんだよ。そうなんだ。嬉しいです。あのね、ひめたんとは、ひめたんとか言っちゃいけんよね。ひめかさん、ひめか先輩、なんて言えばいいのわかんない。ちょっといい、じゃあひめたんって今呼ばせてもらいます。あのアクターズ入って、でもそんなに喋るってことはそんななかったんですけど、何クラスもさ全然違って、ひめたんが多分 D とか C、まあ、結構上のクラスだった時に、うちはまだ小3とか9歳とかで、初めの A クラスとかだったんですけど、その時に多分ひめたんがアクターズを辞める時に、卒業する時、多分乃木坂に入る前かな、じゃあに一緒に写真を撮ってもらったんですよ。発表会中に、発表会の時に楽屋に行って確か撮ってもらった記憶が私にはあるんですよ。まあすっごい前のことなんで、もう多分うちしか覚えてないと思うんですけど、そう、一応ね私後輩なんです。そんなねえ、そんなもう比べちゃいけん人間や。アビラ町、アビラ町っていうの、あ、うちなんて言った、安平町言うたよな。もうバカがバレる。アビラ町か、アンじゃない、アビラ町。旭川、あ、そうそうそう、それが言いたかった。旭山じゃない、旭山って動物園かいね。旭川か、 OK、 旭川。レンジ使えるかどうか微妙、それよね、それなんだってうちめっちゃ思ったんよ。レンジが使えんかったらレトルト買ったって、うん、無駄なんよね。なんかさ、そういう時の、あ、分かった、漬物買っとけばいいんだ。漬物とか、何買えばいいんだろう。漬物とかおせんべいとか買っとけばいいんだよ多分。そしたらもう何も電気とか何も水とかも使わず食べれる。そういうことだ。9月30日岩に広島港にイコールラブ来航。すごい、広島に来るの、すごい、アンナちゃんいいな。なんかいいな、広島か、いいね。うちもいつかは、そう、事務所は多分ショータイトルは東京にしかないよね。東京と大阪かな、いや東京かな。じゃあアクターズに行くわ電気停電するからカセットコンロカセットコンロとカップ麺と水用意しておいたらいいよ。あ、カセットコンロってあれ、あれだよね、なんかスプレーみたいなやつをプシュってセットしてできる火がつくやつでしょ。あ、それ、そっか、それ準備しとけば、そうだよね。で、あ、そっか、なるほどね。ああ勉強になる、こういうのって。そうだよね。そしたらお湯も沸かせるし、夜間もあるし、で水用意しとけば、水入れて沸騰させてカップラーメン入れて食べるって。ああそっか、そういうことか。カセットコンロだっけ、あったった、OK、カセットコンロで、ね、大事だな。そっか、貴重な話ありがとね。はい、ありがとうございましたありがとうございました。お湯で食べれるからか、お湯で食べれるかさばらないものがいいかな。袋麺とか灯油買いに行くわ。なんで灯油、あーでもそうか、袋麺だったら確かにいいかもね、かさばらんし普通に。うちさ、お家のね、今のここのお家の台所じゃないけどの上のさ扉、結構大きい扉があるんですけど、そこが背がたわんくって、何も背伸びしてやっとあれ取っ手に立うぐらいで、開けれるけど、なんかそんなんさ普段からそうやってさめっちゃ背伸びしてさこう取ったりできんじゃん。じゃけその上のとこ使ってないんですよ、その上の扉を。じゃけそこに常備しとくわ。いいこと考えた、うち。なるほど、袋麺とカセットコンロか、 OK。 先図、先図は姫たんに追いつかないと。そう、追いつけるかな追いつける自信なんてないけど、まあ、はい、頑張ります、頑張ろう。
みんなで頑張ろうよ、本当にみんなで頑張っていこう。だって今なんて7時半だもん、早いな。なんか今さ27時間テレビやっとるじゃん、みんな見てる？私は見てないんだ。あれなんだ。でもさっきサザエさんは見たの。サザエさんとちびま、あ、まる子ちゃん見てない、サザエさん見た。何、なんか違うこと言った、うちなんかみんなが笑っとる。先ずは、まずは、あ、まずはって読むの、ちょっと待って、もうやだ、バカ、本当に。まずは、まずはって読むん、それ。まずは、初知り。某スーパーボランティアさんはチンするご飯そのまま食べるらしい。強すぎん、強すぎん、硬くない、美味しくないじゃろ。すごい。でも誰、うちが見とる、前見とった YouTuber さんで、なんか猫舌でもうご飯を何レンチンするのが多分もう10秒とか20秒でこう食べよって、と思って、ありえんと思って、まあそんな感じよな、絶対硬いじゃんって思いながらさ、もうご飯じゃないよねそれ、硬いわ普通に。でも絶対無理だよ、お腹壊さんのそれって。カセットコンロ、あ、使うときは窓開けてね、換気注意、 OK。 あ、いいこと教えてもらった、 OKOK、 換気するわじゃん。でも怖い、うちそういうコンロとか使えん、うち今お家のやつが電気のやつなんですけど、電気の IH っていうんだっけ、なんだけどさ、コンロちょっと怖いな、使い方を知っとかんとね。まずは、先ずは、まずは、先ずは先ずはじゃなかった、まずはだった、先ずは、先ずはとか言おったよな、もうおかしい。袋麺ならそのまま食べられる、あー、ベビースターラーメンだと思えば食べられる。まずくない、まずくないんかな、まずくはないんかな。あ、チキンラーメンだったら食べれそう、味がついてそう。でもすごいな、でもそんなまずいとか言っとられん、もうね、とりあえず食べたいんだもんね。そうなんだ、難しい。センズ、センズかと思ってたセンズは一粒で体力満タン。あ、そうなんだ、何センズって、仙台の豆、ドラゴンボールより、あ、センズってドラゴンボールセンズはドラゴンボール言ってくれたわ先にうちが知らんことを予想してくれたかな。こうやって見たらうち髪の毛黒く見えるね、気のせいか。夏は水かけご飯美味しい、何それ、不思議。水かけご飯、卵かけご飯じゃなくって、いや、それは違う、そんな間違いせんか。水かけご飯ってすごいね、すごい、涼しそう、なんか食べとって涼しくなりそうだけど、水かけご飯面白いね。湯煎しなくても食べられるレトルトカレーもある。そうなんだ、湯煎しなくても食べられる、すごい、そんなあるんだ。なんかやっぱ 今頃はそういうね、面白い商品もたくさんあるよね、進化してってますね。どうする、5年後とかにさ、もうもうさ、もう、うん、ね、野菜とかもさ全部カットしてあるものが売っとったらどうする？例えばこれはカレー用でカットしてありますよっていうセットとかあったらどうする？まあそれはあるかもしれんね。それはあるかな。ちょっとごめん、例えが悪かったね。すいません。すいません。チェズさん、藤井さんってネックネーム、ネックネーム、ネックネーム、ニックネームとかありますか？ニックネームね、私ないんですよ。面白くないですよね、ごめんなさい。あのニックネームちょっと考えんといけんくって、今ちょっと考え中なんですけど、なんか、はい、ニックネームなんかありますか皆さん、ちょっと考えて今さ、吉本坂46 の、 公式ツイッターで今あれがやってるじゃないですか、なんか自己紹介みたいなを1日1人2人ずつ、まあ今のとこ1人ずつかな、こう上げて
とるじゃん。それでいつかは自分のが上がるから、ちょっとはね、早く決めんといけんのんですよ。ちょっとはじゃない、早く決めんといけんけ、ちょっとね、皆さん、はい、ちょっとね、ちょっと考えてください。うちも今ちょっと考えとんよ、ちゃんと考えとんじゃけど、なんかパッとするものが思い浮かばんくって、まあ、ちょっと決まったらまた言いますね。どうしよう、りょうちゃん、あ、りょうちゃんだ、のーちゃんこんばんは、こんばんは、やっほー。でもなんか嬉しいな、乃木坂46さんのファンの方がこうやってちょっとずつでもさ、なんか見に来てくださってるのが嬉しいですね。私はすごい嬉しい。2人広島弁があれば周りに広島弁を映せるんよ、試してみて。 OK。 うわ、でも2人揃うことがないわ。違う、2人揃うこと、2人揃って関東の子1人っていうのがないな。まあでもどうにかしてちょっと映しますわ。でも学校の子で留学生みたいな子がおるんですけど、その子と結構うち仲がよくって、なんかその子日本語普通に上手なんだけど、なんていうん、うちと喋りすぎて広島弁がちょっとずつ映ってきよんよ。なんか何々じゃけーとか言い出して、まあ、最近はちょっとあんまり分からんけど、前とかめっちゃ広島弁映っとって、何々しとるみたいな感じで言ったりしとって、でも結構ね、その子多分まあ、日本語覚えたばっかりじゃけんっていうのもあると思うけど、映りやすい広島弁がすごい面白い。ああいうの着々とスライドショーできつつある。おおお、嬉しい嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます。しばにゃんさん、湯煎読めたんかは、ちょっとやばい。湯煎読めるよ、さすがに。そんなバカじゃない。でもさ、まずは読めんくってさ、湯煎読めるって結構すごくない？面白い。なかなか画像集まらないね。だよね、ちょっと待ってね。だってうち一人か、一人の写真あんまりないもんね。ちょっと頑張って、あ、でも昔のツイッターももう消えたもんな。うちもあのツイッターがさ消えんかったら、うちは今もう幸せだった。え、今も幸せだけど、ツイッターが消えたけんさ、もうなんかね、悲しいよね。写真も全部消えたし、携帯変えて写真、昔のやつも全部消えたしね、もう最悪よ。温かいご飯に水と氷入れてサラサラっと食べる。あー、なるほど。あ、ご飯に水と氷を入れて、すっごい、うち食べれん気がする。うち味ないと食べれんのよね、ご飯と。まあ、うん、白ご飯食べれるけど、なんか味付けないと物足りんって感じがする。すげえ。ウィダーインゼリー大量購入で10秒ごとにチャージ。あー、でもいいかも。え、ウィダーあったら絶対にいいと思う。でもぬるくなる。でも飲めるっちゃ飲めるもんね。あ、わかった、カロリーメイトとか。あ、指さしちゃいけん、あ、指さしちゃいけん。そう、カロリーメイトとかをさ買っとけばね、えいいじゃん。おー、いいこと考えた。あ、ちょっと待って、コメント消えちゃった。あれ、どこだ、あった。こうなったらお友達と一緒に写ってるのを顔隠して作るかな。あ、でもそれでもいいんじゃない、いいんじゃないとか、うちが言うのもあれだけど、なんかハートで隠したり、ハートハートで隠したりしてさ、そしたら全然いいんじゃねえか。あ、千尋さんカウントしてくれてるね、ありがとう。山嵐さん、こんばんは、こんばんは。こんばんは。ニックネーム千図、やめてや。千図言うたらもう藤井直の一文字も入ってないぞ、ダメよ千図。ダサくない、ダサくないとか言っちゃいけんか。はい、あ、梅しそ、ハロー、梅しそだ、ヤッホー、梅しそハート。僕は欅坂46さん、欅、あ、ひらがな欅さんも推し。あ、そうなんだ。え、そうなんだ。待って、プロフィール、あ、ほんとだ、欅坂のことって書いてある。ほんとじゃあ、あらあら、でも嬉しいです。そのねえ、坂道ファンの方がこうやって見てくれて嬉しいですね。吉本坂46応援してくださいね。
あの頑張るんで頑張るんで、いろんな意見があると思いますが頑張るので、ぜひぜひ。あ、カウント山嵐さんもしてくれてる、ありがとう。ピアピアの天然ボケたやだ、もうそんなさ、なんか漢字と英語は読めんけん、え、よくないよくないとか言っちゃうけど、自分で自分をディスっとるってことよ。え、でもなんかいいんじゃない。でもなんかその最年少っていうのは大事にしていきたいなと思ってます。そのね、うん、いい武器というかね、いいじゃん。じゃけそれはちょっとね大事にしていきたいけど、漢字と英語は読めんきはちょっと後でバレる方が嬉しいかな。自分から言うよりかはちょっとね、後で、あ、読めないんだって言われる方がちょっと嬉しいかも。まあ今これ見てくれてる人はもう分かるよね、うちが読めんっていうのは。まあしょうがないよね、もう遅いもん。うん乃木坂さんのなあちゃんじゃなく、ん、ああじゃなくてごめんね、吉本坂のなあちゃんです。あー、これの、え、ダメ、もう絶対反対されるツイッターのコメ欄がちょっとすごいことになりそうなんで、ちょっと、あ、でもね、それはなんか今案には出とんですよ、だけどまだ考え中です考え中です。なおちゃん検索したらチャンピオン特典のワンマン、ん、チャンピオン特典のワンマンライブ画像は出てきた。何、ワンマンライブ画像なんじゃろう。土偶の写真ならいくらでも送ります。だって、あの、送ってあげてくださいちょくちょく土偶さんの写真がこう写り込んでくる面白いじゃん。いいね。マリアさん、古川洋平さんに中本姫香さんとのこと伝えたよ、丁寧に返事もらっちゃった。あら、そうなの。あ、見たよ、あのツイッターでしょ。あの古川さんがねツイッターであの書いて紹介してくれとって、なんか嬉しかったですね。もう嬉しかったです、ありがとうございます、嬉しい。もうそれね、あの見た時もうニヤニヤが止まらんくって、嬉しすぎて、最高ですね。はい、一回だけね、あのお披露目の時にお会いして挨拶したんですけど、なんか覚えてくれとって嬉しかったです。初めてなのにすごいよね。あ、手が映っちゃった。そうそう、それなら問題ないよね。うん、全然問題ない。だからごめんね、もう写真なくて。お願いします、待ってます、いつでも。カロメ、口の中がパッサパサになって、砂漠の放浪者、うわ、またこれ漢字が違うって言われる。放浪者、ちょっと大きい声で言っちゃいけない、これ放浪者合ってる、放浪者になる感覚、よきよき、口の中がパッサパサになるのやだよ。あ、ツイッターの写真も消えたと言ってたから、土偶の写真、どういうこと。あ、そういうこと、そういうことね。土偶の写真送るっていうのはうちが消えたっけんってことか。なるほどね、いいよ、もう送っていいよ、うちにもうあれ見るのすっごい楽しいよね。なんかあの急に土偶さんの写真がコメ欄っていうか、ツイッターの通知のとこにボンって出てくる時がもうほんまに面白い。なんか笑顔になりますね、やっぱすごい。うん、あ、五十奈緒ちゃん完了、ありがとう。千尋さん、ありがとうね。千尋さん会いたいよ、なんかもうありがとう、ありがとうとか言っちゃって。奈緒ちゃん喜んでくれたらいいね。喜ぶに決まっとるじゃんか、喜ぶよ、絶対絶対喜ぶ。もう嬉しいもん、そういうのって。なんか動画とか、何、気持ちが伝わるものが好き。手紙とか嬉しい。だからうちみんなからもらった手紙とかもね、全部宝箱じゃないけど手紙箱、まあ、宝箱ですね、入れてるんです。嬉しい。あー、全然コメント読んでない。一番難しいのが画像の順番なんよね。あー、確かに。でもなんかさ、歌詞に合わせてみんなさやったりするじゃん。でもなんか難しいよね。うちも動画作るの苦手。なんか最近の女子高生ってさ、 JK とかってさ動画すごい上手じゃん、作るの。まあ中学生も上手だよね。
なのにうちはめっちゃ下手くそやけん、もうねダメ、動画はもう一生作れません私。わら、べーちゃんさん、五十なおちゃん、ありがとう。あ、カツオさんだ、久しぶり、カツオさんだ、ごめん叫んだちゃったちゃちゃ。吉本坂おめでとう、フリフリありがとう、ありがとね、ありがとね、お久しぶりです、嬉しいよ。マリアさん、プロフィール決めるとき無理な設定はやめようね無理な設定はやめます、あのちゃんとした、はい、やつでやります。無理な設定ってどんな設定、ちょっと、まあ、まだ決めてないけんね、ちょっと分かんないんだけど。実を言うと最初は乃木坂だったけど、兼用を経て姫たん卒業、あーで欅坂に移りました。あーそうなんだ、姫たん卒業しちゃったもんね。でも結構前だよねそれ、あれいつだったんだろう。はじめましてです、あ、はじめましてです、だって嬉しい嬉しい嬉しい。プライトさん、あ、ブライトさん、読めん、あ、ブライトさんじゃん、ブライトさん、はじめましてです、50完了ありがとうございます、ありがとう、はじめましてでカウントありがとうございます、嬉しい、ありがとう、はじめまして、あ、はじめましてって書いてあるそういう人のミスには気づくんよな、もうなんかもういけんね、ごめんね、本当にごめんなさい、もうすいませんでした。音楽番組の優勝した時の、あー、特典広島でライブスタジオ、あ、え、うちあの画像も消えた、山田奈々さんと写真撮ってもらったやつも消えてしまったわ、ツイッター探ればいいんだ、山田奈々さんの、よっしゃ、あ、うめしそ、やっほー、え、うめしそさっきもやっほーって言わんかった、気のせいかな、やっほー。古川洋平さん、いい人だね、うん、いい人です、いい人ですよ、いい人です、いつかね、いつかお会いしたいです、いや、お会いしたな、いつかあの番組にね、なんか出てみたいなって思います。古川さんに緊張しいで体調壊しちゃうのバラしちゃった、あ、それ読んだよ、いいねした、ポチって、うちなんか人のコメントまでめっちゃいいねしてしまうんだよないいねしたの、そう、ありがとう、ありがとうじゃない、ありがとうではない、でもありがとう、普通にいいよ、全然全然やっちゃっていい、そう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 、 OK、 それなら完成に近づく、なおちゃん泣かそう、泣かしてください、泣かして、私を泣かせるもんなら泣かしてみな上から目線ごめんなさいでした、はい、静かにしますね。吉本坂のテレビで密着したインパクトが強かったんだね、強かったのかな、でもまあ高校生で一人暮らしっていうところがやっぱさ、ちょっとおってなるくない、自分で言うのもあれだけど多分それでだと思う放浪者合ってた、正解おめでとう、なんかすっごいうちアホみたい、いいのやら悪いのやら何のことかいね、もう分からんくなってきた、あ、漢字が読めんこと、あ、違うかな、ちょっと待ってよ、なあちゃん、なあちゃん、なあちゃん、あの乃木坂さんのはなあちゃんですよね、なあちゃん、なあちゃん、なあちゃん、うん、なんかキャラに合わんのよな、うち、なあちゃんの人気に乗っかるのはいいアイディアじゃんか、いっぺんに知名度が上がるよ、でもなんか、うん、分からん、ちょっと分からんな、なんかとりあえずなんかこう案を集めて、いろいろそうニックネーム集めて、なんか一番自分にぴったりな名前、あだ名、ニックネームを決めたいけど、なんかさすがにうち似合わんよな、なあちゃん、なあちゃんとかじゃけ、ちょっとね、どうしよう、どうしよう、どうしよう。マリアさん、永遠の永遠の17歳、まだ17歳にもなってないのに、まあそういう系は大丈夫、いきません、私腹腹話術か、腹じゃない腹じゃない腹話術ができるとかできませんね、目からビーム出せる、出せませんね、ちょっと大丈夫、そういう設定は大丈夫よ、あ、そういう設定か、なるほどね、もっとあのなんかなんていうの、 なんか可愛い系で言っちゃダメっていうの言うんかと思った、違ったわ、ちょっと若さでいきますわ。あ、コルトさん、やっほー、コルトさん、やっほーい、
ツイッターで検索したら出たよ。お、出た？藤井直でも OK。 じゃあちょっとめっちゃ下がって見てみますわ。うち昔の、あ、そうか、うん。チェズさん、声いいからラジオの仕事とか向いてそうですね。嬉しい。うちラジオ2回ぐらい出たことあるんですけど、でも楽しかったけど苦手ですね。なんか、うち鼻声っぽいからさ、まあ、どうなんだろう。でもやってみたい、そういうお仕事楽しそう。ラジオ番組のどうも皆さんこんにちはとか言いたいよね。なんか楽しそう。誰かと一緒だったらいけそう。一人っていうのがね、一人でずっとさ、ラジオ喋るなんか喋るのってね、うちねあんまり得意じゃないんですよね。まあ今やっとるじゃん、言っとるけど、ラジオってむずいよね。あ、ヒメタンビーム、目からビーム、あ、そういうこと。目からビームって本当にビームじゃなくって、本当にビームはちょっと怖いよね。ヒメタンビーム、ヒメタンは似合うけんいいんよ、いいんよとか言って。あ、山田奈々、奈々ちゃんとのツーショット画像も取り込むのは問題ないよね。あ、ないと思う。ハートとかで隠したりするか。あ、嘘、いいんじゃ、隠さんでいいんかな。どうなんだろう、もう同じ事務所だしダメなのかな、わかんない。売れるまでの全記録に呼ばれちゃえ。呼ばれたいよ。古川さんの推しメンにしてもらっちゃえ。東野さんに緊張しないでね。緊張すると思います。え、でも前の歌姫の時のなんていうん、司会の方が東野さんいらっしゃったんですけど、その時はなんかそんなに緊張してなかったかも。なんか別に緊張はしてなかったけど、ただ歌うことに対して緊張しとっただけで、トークとかは全然そんな緊張せんかった気がする。でも今はもう東野さんって本当にすごい方じゃないですか。もうテレビで毎日毎日見る方だから、なんか多分もう今会ったら緊張すると思います。でもなんか会ってみたいですね。覚えてくださってたらいいんですけど、どうなんだろう。なおちゃん、まやちゃん、みーなちゃんの3人ユニットの画像もあった。お、それも使ってどうぞ。懐かしくね、そのユニット。なんかおった今。気のせいか。つか、子供の頃はなんて呼ばれとった？子供の頃はもううちね、ちゃん付けか呼び捨てなんですよ、絶対に。なおか、なおちゃんか。しかなくって。でもね、最近はなんかいろんな人がなんかニックネームつけてくれて、まあそれ友達に呼ばれとる名前とかを全部集めてこう書いてこの中から選ぶんだけど、なんかね納得いかんのよね。難しい本当に。ニックネームってみんなどうやって決めとんかな、分からんね。そしたら千尋ちゃんのツイートも出てきた。スプラ前の、ああ、そういうこと。スプラ前のって結構前じゃない。ひめたんが無理な設定で苦労してたんだよ。あ、そうなんだ、初めて知った。無理な設定かな、ひめたんビームって。どうなの。にゃお、にゃお言いにくくない、にゃおって。にゃお、でもうち誰かにそうやって言われたけど言いにくいんやね。なんか自分でも言いにくくない、にゃ、にゃなでいいじゃんってなるくない。いや、どうなんだろう。猫キャラじゃないしなと思って、別にそんなん関係ないんかな、どうなんだろう。なんか同じアバター3人続いたんだけど。ママ笑、芸能人だからいいのかと思ってた。え、でもね、いいんじゃないかな多分。テレビ用に清楚なワンピースとか準備してる。清楚なワンピース2個、ワンピースあんまり着んのよな。清楚って言ったらなんか白とかっていうそういうイメージよね。ちょっとちゃんと準備せんといけんね。冬のワンピースだったら何個か持ってるかも。逆だよね、普通夏の方がワンピースって感じするけど。でも清楚じゃないかも。清楚って何なんだろう。でも清楚に行こうって感じ。まだ16歳じゃけん、ちょっと清楚に行こうぜ。
配信終わる前に作ってみようかな、配信中に完成とか。あ、それいいね、嬉しい。で配信終わってチェックしたら、あ、来てるってなって見てブロロロって泣くんよ。いいじゃんいいじゃん言うて。みなちゃんたちとのユニットオクトパスのライブで見たのが懐かしい。あ、オクトパスだったっけあれって、あれでしょ、あのオクトパスってなんだっけ、あのライブじゃなくって、あ、ライブか、うちが上京する前に出たライブ違った、あれなんだっけ、オクトパスってなんだっけ。その話題は東野さんにぶっこんでドキドキさせちゃおう、覚えてくれてますかじゃあちょっと言ってみようかな、覚えてくれてますかって。それで、あ、覚えてないな言われたらちょっと逃げますわ私。なおちゃん自分のことなんて呼ぶの。うちかな、うちねっていう、いつも、うーん、なんかでも私って呼びたいんですよね、なんて言うの、私ねって言いたい。私の方がなんかテレビとかもし出るってなったら、うちとか言ったらなんかさ、なんかダメじゃない、なんか、え、みんななんて呼んだんじゃろう、私よな、やっぱ私ねって、え、私がこうするよとか、うちが呼んだら、ほら、うち、うん、難しい。五日市のライブ、あ、そうそうそう、あれじゃない、あれでしょ、覚えてるよ、五日市だったんじゃ、あれなんちゃらの、あ、忘れた、なんていうライブだったっけ、忘れた、あれでしょ、アンナちゃん、こっちのアンナちゃんね、もう一人のアンナちゃんとかマノアちゃんとかがおったライブかな。パステル柄少なめ、パステル柄少なめシンプルな形、フリル少々で清楚感アップ。 OKOKOK いいぞいいぞ、パステルがいいんだ、あ、そういうこと、なるほど、柄少なめシンプル、うーん、OKOK、じゃあちょっとそういうワンピース探してみるわ。なんかでもな、冬でそういうワンピースってあるかな、あるか、普通に難しい。ちょっとでも清楚に行こう。リスナーさんのみんなカウントネームセンスあるよね、カウントネーム。でも絶対うちよりみんなの方が考えるのうまいと思う。うち本当にね、考えるの苦手、またうちって言おるな、もうしょうがない、考えるのが苦手なんですよ。8時半までよね配信、そう8時半までだよ。あ、そろそろ歌いますよみんな。今日はクリスタルケイさんの曲だっけ、うん、忘れた、恋に落ちたらって曲。タタ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 ラタタラタタラタタラ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 。ニックネームはうち、ニックうちこと藤井直です。やだわ、さすがにすごい。でも確かにニックネームって言うたらうちよな、だって自分でうちって言っとるけんさ、確かにうち、さすがにやばい、うちニックネームはうち、もうふざけてますもんね、うちとか、うちことやば。一番星の鳴る木のあたり、あ、そんな感じだった、星のなんちゃらだったもん、よう覚えとるわ、すご。うちは習慣になってるから出るね、そう、これから猛特訓、私ね、そう、じゃあ私でちょっと頑張ります。あ、りょうちゃんちょっと作ってみるのって、あ、よろしく、ありがとね、一度落ちるねって、ありがとう、頑張って、ありがとう、うちのためにありがとうございます、楽しみにしとこう、楽しみにしとこう。これ歌っていいのかな、言っちゃったけど、いた、うちなおこと藤井直です。なんかもうどっからうちが来たんって感じよな。いや、まあ分かる人には分かるけど、初めて聞いた人にはなんか内田直さんみたいな思われそうじゃない、内田直さんでうちなおみたいな思われんか、うちだけそれは、またうち歌もうやだ、コールはうっちーかね、うっちーってやだ、なんかサッカー選手だね、おるよな内田選手、うっちー。フライヤーまだ持ってる、持ってるの、まだ
すごいありがとう。うちもねお家にねフライヤーなんかあの時にもうこんな束で渡されてこんな束でクリアファイル入れてね家にね置いてあるんですよ。結果それねあんまり配れんくってクラスの何人かに配っただけで本当にもうこれぐらい残ってますからね。もうどうしよう。でもなんか捨てたくないしなと思って全部しまってます。まあいつかは捨てることになるんだろうけど、まああれはね大事な思い出なので大切に残しているんです。よしそろそろ歌うよ。みんな歌えるかな。なんかうちね最近なんか歌を日曜日の配信の時に歌を一曲覚えるっていうことをなんかちょっとチャレンジしとって、日曜日だけなんですけど、なんか今日もじゃあ今日歌うこの歌もまあ夕方ぐらいに覚えた曲、聞いたことはあったけど TikTok でなんかめっちゃ歌っとる人っていい曲だなと思って調べて今日覚えて歌うんですよ。だからまあちょっと音は外れるかもしれないんですけど聞いてね。ちょっと待ってね。トゥ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 。よしじゃあちょっとテロップ変えて。トゥルトゥトゥルトゥトゥルルルトゥル。いたよ今ならこの気持ちを正直に言える。歌えそうね今日は。なんて書こう。しゃよしみんな歌います。地に咲いた花にさりげなく出るわ。よしでは行きます。なんていう題名だったっけ。あ、恋に落ちたら。行きます。聞いてください。出会った時からきっと全ての世界変わり始めていたよ。今ならこの気持ちを正直に言える。道に咲いた花にさりげなく笑いかける君が大好きで、どんな宝石よりも輝く瞬間を胸に刻もう。ちゃ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 。心から心から思う君が大切なものは何ですか。その笑顔その涙ずっと守っていくと決めた恋に落ちて I love you。 チャチャラチャチャチャンポン。ありがとうございました。パチ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 。ちょっとなんか途中わからんくなったけど、まあ最後まで歌えたのでよし。あ、ゆうちゃん、ゆうちゃんかな。ゆうちゃん花束ありがとう。花束ありがとう。花は花は花は、あ、そうだ、いいこと考えた。北海道、え、今ゆっきーちゃんいないかな。あー、パチパチすごい。ちょっと待って、じゃあコメント読んでから。花は咲く 歌いたい。なんか恋に落ちたら世界はバラ色。え、何そんな曲名あるの。なんかありそうな曲名。ひろし、ひろ、ひろし、ひろし、何ひろしって。ひろしって何。イメージ外した。ひろし何の話だったっけ。さっきクリスタル系恋に落ちたらカバー曲歌、藤井直。ありがとうゆうちゃん、曲名紹介ありがとうね。花束もありがとう。おちめしさんパチパチありがとう。ママパチパチありがとう。メバルさんパチパチありがとう。レイちゃんさんパチパチありがとう。山嵐さんパチパチありがとう。ゆうちゃんパチパチありがとう。梅しそパチパチありがとう。ゆうさんパチパチありがとう。似てる名前がいるね。ちひろさんパチパチありがとう。高めのキーが長いん、そう長い。道に咲いた花にさりげなく笑いかける。高いよねこれ。うちもすごい高いと思う。でもなんかサビが低いけんさ、上げる、え、下げることもできんしさ、
まあこの木が一番楽よな。シバニャンさん、パチパチありがとう。パチパチ、コルトさん素敵、なおありがとう、嬉しい、ありがとう。トゥルトゥルトゥ、梅ストパチパチありがとう。えうち花は咲く歌えるかな。北海道の方々に向けて歌おうやね。あ、誕生日の人おらん今日。今日とか近く。マリウスさん昨日誕生日だったよね。ん、昨日で合ってるかな。おめでとう。うちね、この間アルバイト先の店長さんも誕生日だったんですけど、ちょうどその時誕生日で、時々ショールーム配信見に来てくれてるんですけど、なんかお誕生日のバースデーソングをバイト先で歌って動画を撮ってくれました。だからね、ちょっとお歌のプレゼントをねしたんですよ。あ、そうって、おめでとう、マリウスさん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年を過ごしてください。花は咲く歌えるかな。真っ白な雪道に春風香る、私は懐かしいあの街を思い出す。歌詞が違うかも。叶えたい夢もあった、変わりたい自分もいた、今はただ懐かしいあの人。え、逆かな。うわー、これなんか歌詞間違えたらなんかダメなやつやろ。こういうのってさ、歌詞さ調べられればいいけどさ、ちょっとみんな知らんこの曲。店長さん、よきよきじゃろ、よきよきでしょ、よきよき歌ったの。なんか藤井、これあ、じゃあ俺今日誕生日なんだみたいな感じで言われて、あ、そうなんですかって叫んでね、ハッピーバースデーとかね、なんか歌いよったん、歌ったら、待って動画撮るからみたいなの言われて、そうで動画撮ったんです。すごい緊張したよ、なんか動画撮るとき。あさってが米田のお誕生日。あらあら、米田さん、米田米田さんが誕生日だって、あさって。ミーナがねちょっと今おらんけんね、おめでとう言おうや、みんなでおめでとう。まだ早いな、あさってやろ。あさってってうちがテスト、え、9月11、うん、9月今9だけん、10、11、あさって11じゃ、いいな、誕生日か。マリエさん、昨日ね革命少女の皆さんに目の前でバースデーソング歌ってもらっちゃった。嬉しい。それは誕生、そっか、アイドル祭りの日にさ誕生日ってめっちゃ良くない？すごい。あずさちゃんに会えた？マリウスさん会えた？マリウスさん会えてないかな、さすがに。昨日ね、アイドル祭りでいつもよく遊んでくれてるあずさちゃんも、スリジエというアイドルグループで出てて、まあ結果はちょっと惜しかったんですけどね、なんかすごいかっこよかった、可愛かった。待って、歌詞教えてくれてる。叶えたい夢もあった、変わりたい自分もいた、今はただ夏。うわうわ、みんな優しい、みんな優しい。ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ。来週またラストアイドル出る、米田氏。うちね、昨日のねラストアイドル見たんですよ。ちょうど起きとって、あ、ラストアイドルと思って叫んで飛び起きて見ました。佐々木心さんが勝ってましたね、おめでとうございます。そうそう、まあ、そう、ミーナがねちょっとだけ映っとって、まあ来週だろうなと思って、来週なんだね、じゃあ見るわ。叶えたい、待ってよ。真っ白な雪道に春風香る、私は懐か、初めが町か、あの町を思い出す、で次が人か、会えたけどすれ違う感じ。ああそうなんだ、すれ違ったんだ、なるほどね。ああなるほどなるほど、今はただ懐かしいあの人を思い出す。優しい、みんなうちのために歌詞を書いてくれて。革命少女のツイッターにあさちゃんとの写真載ってた、ほんまに？見るわ、見たいわ、見るわ。あら、あずさちゃん、あずさちゃん
もう個人的にすっごい応援しとったよ、チャージタちゃん。だってその前々日、なんて言うんだっけ、その前々日って、前々日って言うんだっけ、にめっちゃね叫んで、めっちゃ歌って、まあ、ちょっと歌った、観覧車でね、なんかカラオケ観覧車があったんですよ、東京ドームシティホールの、あ、東京ドームシティの横のアトラクションのとこに観覧車アトラクション観覧車アトラクションじゃない、観覧車鬼ごっこ、鬼ごっこじゃない、観覧車なんて言うんだっけ、あ、カラオケ観覧車ボケてますね、カラオケ観覧車があって、それでねたくさん歌って、もうジェットコースターでめっちゃ叫んで、絶対喉痛かっただろうのに、うん、喉痛かったと思うのに、あれだけすごい歌をね、歌っとって、もうすごかった、感動した、うち、あのステージを見よるときに、あすたちゃんって思って、もう嬉しかったよ。あ、歌詞がいい感じに生花は花は咲く、いつか生まれる君に、花は花は花は咲く、 OK 歌える、 OK 歌えるよ、ちょっと待ってよ、なんてやろうかな、これをどうやってやればいいんじゃろう、花は咲く歌うね、北海道の方々に届くように、真っ白な雪道に誰かの歌が聞こえる、誰かを励ましてる、 OK じゃあ歌うね、みんな花は咲く歌います、みんなも一緒に歌ってね、あの歌詞ね、あの千尋さんとか、あとねしばにゃんさんも書いてくれてるから、ぜひ皆さんはそれを見て一緒に歌ってください。それでは行きましょう、じゃんじゃん、どんな前奏だったか忘れた、行きます、真っ白な雪道に春風香る、私は懐かしい、あの街を思い出す、叶えたい夢もあった、変わりたい自分もいた、今はただ懐かしい、あの人を思い出す、誰かの歌が聞こえる、誰かを励ましてる、誰かの笑顔が見える、悲しみの向こう側に、花は花は花は咲く、いつか生まれる君に、花は花は花は咲く、私は何を残しただろう。ありがとうございました。花は咲く歌えたよ、ちゃんと歌いました、イエーイ。花は咲くどうだった、みんな、あれちょっと待って、あー消えた、あー、お、ありがとう、ちょっとまたね蚊に刺されてね、めっちゃね痒くなってしまった、ありがとう。べーちゃんさんパチパチありがとう、落ち武者さんパチパチありがとう、ガオさんパチパチありがとう、山嵐さんパチパチありがとう、梅しそパチパチありがとう、コルトさん最高イエーイパチパチありがとう、嬉しいありがとう、ママパチパチありがとう、しばにゃんさんパチパチありがとう、お、ちひろさんパチパチありがとう、あーありがとうね、歌詞もしばにゃんさんとちひろさん一緒に2人揃って歌詞ね打ってくれてありがとうございます、ありがとうね本当に、梅しそパチパチありがとう、お、広島のたくちゃんありがとうパチパチ、
メバルさん、パチパチパチ、ありがとうございます。シバニアさん、頑張れ北海道、負けるな北海道頑張れ北海道、頑張ってください。もう大変だと思うけど、今北海道の方いるかわかんないけど、まあね、まあいてもいなくてもとりあえず気持ちが届けばいいなって感じでちょっと歌ってみました。よっしゃよっしゃ、今日はやりきった感がすごいよ。楽しいね、やっぱショールーム。今何時？8時17分ですね。あと13分ぐらいで配信終わります。ティ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 、よし、ちょっと次の予定も言うとこうかな。うちね、次がね、8じゃ、まだうち8月の気分なんかな。さっきから8月8月ばっかやる。9月だ。9月の来週ね、ちょっとテストがあって、テスト前なんで配信がちょっとできないんですけど、来週ですね。じゃあ来週の16日に、ああ16もできる、うん、できると思う。ていうかテスト終わって土曜日とかでもいいかな、配信。ていうかカラオ、背中かゆい、カラオケ配信したいんですけど、カラオケ配信するならみんないつがいいですか？カラオケ配信というか、まあ音源はちょっと使っちゃいけないんですけど、いろいろあって生歌の配信になるんですけど、皆さんはいつが空いてますかね？何曜とかある？何曜の夜がいいとか夕方がいいとかありますか？土日がいいかな、やっぱりみんなさ忙しかったりするけさ。テストが終わったらうちね、もう多分もう遊び放題じゃけさ、10月ぐらいまでカラオケ配信、遊び放題ってか、まあ、カラオケ配信できると思う、余裕があるけさできると思うんですけど、皆さんいつがいい？仕事とかあるよね。店舗情報、藤井尚の足、ただいまショールーム配信中で食べ放題中。あーなるほどなるほど、加算がね、加算が食べてますよね今。もう絶対おるんよ、うち昨日ね見てしもうたけんな、わからん、昨日と別の蚊がおるんかもしれんけど、めっちゃ痒い。なんか同じとこがさ痒くなるけさ、もうダメ、後になるけやめよ。目指せオール満点、絶対無理です、絶対無理、それだけは無理ですねオール80点以上とか、まあ、90点とかだったらいいけど、うん、ちょっとオール満点はね、オール100点ってことでしょ、さすがに無理だね。うちが無理でしょ、わかるでしょ無理って、この漢字の読めなさ漢字の読めなさで分かったでしょ。私はねおバカさんなのなんかデートするみたい、なんでやねん。あ、予定こうやって持っとるけん、違うよデートじゃないよカラオケ配信だよ。日曜の夜が一番いけるかもかな。 OK、 じゃあ16の夜とかってこと。 OK、 じゃあ日曜の夜もあれに入れとくね。多分最終的にはあれにするかも、ツイッターの投票、票たちゃっぺ、質問じゃない、投票って合ってるかいな、投票みたいな感じのやつで、多分みんなに聞くと思う、いつが最終的にいつがいいかは聞くと思う。まあ日曜も確かに、日曜がねみんな見やすいかな。夜って言っても、まあ、6時とか7時とかかな。個人的でごめんだけど、15日は欅坂46さんの握手会だから見れない。あら、握手会行くの？楽しんでね。個人的にはこの日は誕生日、お9月15ん15だよね。え、誕生日だって15日。じゃあもう先にお祝いしとこっか。え、先すぎる？え、先すぎるかな。でももしさ配信ができんってなった時のためにさ、ちょっと今お祝いしようや。いいですか、シバニアさん。え、いいのかな、え、いいのかな。よし、ちょっとお祝いするよ、みんなで、みんなでお祝いするよ。ちょっと1週間ぐらい早いんですけど、シバニャンさんが9月15日に誕生日だそうです。皆さんでお祝いしましょう。歌うよ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデーディアシバニャン、シバニャンでいいじゃん、かわいい。シバニャン、オッケー、まる、オッケー、オッケー、まる、オッケー、まる、いきますよし、いくよ、みんなも歌ってね、せーの、
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shiba にゃん。早いけどおめでとうございます。これからもねよろしくお願いします。応援してください。お願いします。いつかはお会いしましょう。お願いします。素敵な1年を。おめでとう。雨が降るかも。大丈夫、満点取らんけ雨は降らんよ。16は塾。おお、16塾。じゃあ23とか23だったらさ、うちも何もないし多分今んとこいけそうじゃけど、どうかな。みんな回答用紙に吉本坂46藤井直ってサイン書いておこう。10点ぐらいくれるかも。さすがに無理だわ。さすがになんかやだわ。なんかね、絶対もらえんけんね。なんか余計なこと書いて逆に減点されそう。月曜日は祝日だったかな。あ、ほんとだ、月曜日祝日だね。みんなどう？祝日もあるよ、そういえば17日祝日。土日はいつも仕事、早起き頑張りますプラッシュ。そっか、仕事か。だったら見れんかな。月曜とかどう？頑張りますプラッシュ。僕はいつも通り予定が合えばだね。場所はね、うん、どこでもいいよ。何、いつも通りってなんかいつも言ってます風な設定。じゃあ場所は、じゃあ、マルキュー行こうや、マルキュー。あ、次でいいよって来とる。うわ、ごめん、なんかシバニアさんごめん、めっちゃ早くしてしまったけど大丈夫かな、ごめんね。え、ごめん、ごめんなさい、ごめんね。もうコメント読まずにもういっかと思って歌ってしまったけどごめんね。ハッピーバースデーディアシバニア、イエーイ。レイちゃんさんパチパチパチ、ガオさんパチパチパチ、1週間前のおめでとうございます。千尋さんおめでとう。シバニアさんおめでとうございます。コロトさん、チェズさんパチ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 、ありがとうございます。坂道と同じ46、46歳です。おお、すごい、46歳。年をここで言ってしまいました。おめでとうございます。おめでとう。シバニアさんお誕生日おめでとう。フライングゲット、トゥルントゥ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 ン。できんすぎるな、わからん。あれ23、私はオケ丸を。いいぞ、眉毛がかゆい。23か、23か、じゃあ今んとこ17か23かな、うちの中では。いいんじゃない。シバニアさんお誕生日おめでとうございます。1週間早いけど余計なこと書いて先生に呼び出されたらごめんね。いいよ、なんか書いたら10点ぐらいもらえるって言われたんですよねって言っとけばいいんじゃね。まあ書かんけどさ、さすがにやばいわ書いたら。祝日でも余裕で塾だ。あら、塾か。まあ受験生だもんね。そうだよね、学校なくてもさ塾だもんね。そうだ、どうしよう、やっぱ日曜がいいかな。月曜もお仕事。あら、合わせるよって。あら、合わせる。じゃあちょっと23とかにしようかな。23とか、23なんかなかったっけ。いや、なかったはず。じゃあ今んとこ23でする予定にしようかな。曲とかもさ、またツイッターで募集するね。募集なんか聞くね、みんなに。じゃないとちょっとね、自分が選んだ曲ばっか歌ってもあれなんで、皆さんが選んでくれた曲をね歌いたいですね。アクターズ OG 15日、オープニング、オータムアクト、あれ何 OG って。15日、メビウス国歌斉唱、おいいな。16日、メビウスマキネ他チャリティーライブ、すごいな、めっちゃイベントあるやん。えつさ、なんかいつかさ、カープとかの試合で、あれよ、国歌斉唱してみたいんですよね。国歌、君が世は
歌ってみたい。それがちょっと一個の夢かな。とかサッカーの高校サッカーのなんちゃらキャラなんちゃらなんなんちゃら応援なんちゃらみたいになりたい。全部なんちゃらやな。一回やってみたい。いろんな夢があります。私はイコラブの新曲、あ、ウォンチュン、あれでしょ、ちょっとあんまりわかんないけど、でもうちあれ YouTube 3、4回見たよ。めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かった、ほんまに可愛かった、すっごい可愛かった。リクエストってさ、さすがにさ、これリクエストはうちがちょっと批判食らうわ。多分難しいと思う。まあ、ちょっとじゃあ案には入れときますわ。それ聞きたいな。ウメッソ乗っかるなって乗っかるなって。東京オリンピックで歌おうよ。歌いたいけどさすがに無理かな、無理かな。東京読んだわ。9月17日吉本ホール爆笑スペシャル新喜劇&笑い広島公演です。すえー、すごい、すえー、だって吉本だんだ、吉本。あ、国家の、あ、そういうこと？国家のことね、それ、なるほど。国家が良かった。国家ね、そう。歌いたいんですよ、なんか一回歌ってみたい。楽しそう。楽しそうとかなんか、めっちゃお客さんがたくさんこう360度おる中で歌ってみたいなって思う。応援マネージャーだね、高校サッカー。そう、多分そういう感じのやつ。高校サッカー、桜子ちゃん、あ、そう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 。あれ、桜子ちゃんあれだよね、あれ歌っとったよね。涙だって笑顔だってがむしゃらになった証だよ。あれね、あ、そう、桜子ちゃんのあれを見て、テレビで見て、うちは、あ、自分もなってみたいなって思ったんですよ、その応援マネージャーに。そうなんだよ、そうそう、それそのね、やってみたい、一回だけでもいいから。だからね、ちょっとまあ今は吉本坂46で頑張りますね。頑張っていずれかは、そうね、ちょっとそういうこともできればなって思います。それ、そう、それそれだよ。こないだ舞子ちゃん歌って泣いたやつや。そうなの、舞子ちゃん、舞子元気かな。舞子は懐かしいぞね。あ、待って、今何時、あ、8時29分ですね。なるほど、福山雅治の高校野球みたいな。どういうこと、高校野球っていう曲があるの。え、なんだっけ。別に、ね、福山さんあんまり詳しくないんだよな。待って、梅人それノリで言ってる、ノリというかノリなんかな。あ、りょうちゃんただいまって、おかえり。ギリギリだね、今もうちょっとで終わろうと思ったとこよ。できたかな、ありがとうね。アッシュ卒業生によるズムスタ国家斉唱枠争奪戦、絶対無理、もう負ける自信しかないわ、そんな完成いたしました。おー、嬉しい、ありがとう、嬉しい、ちょっと楽しみにしとくわ。楽しみですね、ありがとう、嬉しいわ。また次の時に感想言うね、ショールームで見たら。ありがとうございます、ありがとう。最後に嬉しい出来事がありました。じゃあちょっとカウントじゃないわ、何だったっけ、あれ、順位読みたいと思います。はい、いきます。13位ガオさん、ありがとうございます。12位が、お、チェズさんだ、すごい、初めてで12位、ありがとうございます。11位がつくしさん、お、つくしさん来てくれてる、ありがとう。10位、広島のたくちゃん、ありがとうございます。9位、めばるさん、ありがとうございます。8位がママ、ありがとうございます。7位がゆうさん、ありがとうございます。お、今日は土偶さんに負けちゃったね。土偶さん今日強いね。6位コルトさん、ありがとうございます。5位和弘さん、ありがとうございます。4位がしばにゃんさん、お、ありがとうございます。しばにゃんさん。3位が誰だ、誰だ、お、え、うわ、びっくりした、待って、また画面がおかしくなった。え、もう最悪なんじゃけど、どういうこと。え、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな、ちょっと待って、うちの予想で言う、多分3位が千尋さん、ありがとうございます。第2位が、ベイちゃんさん、ありがとうございます。ちょっと待って、画面がおかしくなった。第1位が安定のドゥルル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 ル
おちむしさんです、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと待って、みんな見えてる、これ今見えてますか、皆さん、これちゃんと。私ね、今ね、自分の顔見えてないんですよ。ちょっと待って、これどうやってやんの、どうやってやん。うちさ、なんか最近いつもこうかな、こう、ちゃんと見えてんの、みんな。なんかうち自分の顔見えてなくって、なんか多分拡大してしまって元に戻せんくなった。順位合ってました、あれ。送り終わるのに時間かかるので、配信終わってから送るから、ありがとう、楽しみにしてます。歌いまくり配信楽しみ、楽しみにしといて、もう頑張るよ、楽しみにしといてください。97位梅しそ梅しそ97位か。あ、お、こうやってやったら自分の顔見える、ウケる。なんで見えんの、ちょっと待って。あー、ダメだ。しばにゃんさん、皆様&なおちゃん、おたおめありがとうございました。おめでとうございます。1週間早いけど素敵な1年を過ごしてください。そして握手会楽しんでください楽しんでね。れいちゃんさん、はい、ありがとね。第2位だよ。土偶は今焼いて食べてる肉に当たって腹壊してしまい、もうゆうさん怖いわ。れいちゃんさん、大丈夫、見えてるよ、見えてる、はい、正解正解、1位ありがとう。見えてたね。 なんでうちだけこうやってやったら見えるけど、そのバグよく起きる。そう、なんかそうなの。なんでなんじゃろ、まあわかんない。でも最後でよかった、配信終わる最後でよかったって感じ。ありがとう、みんな。メバルさん、可愛く見えてるよ。それは初めと変わらんかな。ありがとう、でもありがとうね。なおちゃん、配信お疲れ様、ありがとう、ありがとうね。カラオケ配信なのに喋り倒すなおちゃん、ごめんね。もうごめんなさい、私ね、あのショールームではよく喋るんですよ。はい、すいません。まあね、歌ったり喋ったり、もう盛りだくさんの配信だとになると思うので、ぜひまたツイッターで告知するので、そちらの方もチェックお願いします。このルームのフォローもこっちかな、こっちかな、わかんないけどポチッとしてください。ありがとうございます。あ、ちひろさん、おつなお、ありがとう。おつなお、ちずさん、配信来てよかったです、嬉しいです、ありがとうございます。あのね、また来てください、待ってます、待ってます、また来ます、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。梅直しそな、勝手にニックネームつけられてるけど、梅直しそ、お疲れ様、ありがとう梅しそ、また絶対に来てね梅しそも。めいちゃん、お疲れ様、ありがとう。お、今日は523人だ、523、ごめん、できんかった。はい、ありがとうございました。またね、また来週かな、来週配信しますので、ぜひ見に来てください。バイバーイ、おやすみなさい。テスト頑張るね、私は。みんなもお仕事頑張って、ファイト。お疲れ様、おつにゃ、またにゃ、バイバーイ、ありがとね、またにゃ。おちむしゃさん、ゆうさん、お疲れ様でした。のしのし、なんだそれ。めばるさん、なおちゃん、配信お疲れ様でした、ありがとね、見てくれてありがとうございました。まいこちゃんが泣いてしまった件はブログで、バイバイ、オッケー、またね、ありがとう、バイバイ、みんなさようなら。525人の皆様、ありがとうございます。猫セブンさん、今来たけどって、ちょっともう配信終わっちゃうの、ありがとう、来てくれて、ありがとうね、また来て。えみまわさん、僕と一緒や、何が一緒な、何が一緒な、ちょっと待って、わかんないけど、ありがとう。手を振っているように見える、のしのし、これ手振りよ、私はいつまでも手を振ります。また来るわ、猫セブンさん、絶対また来て。今度あのカラオケで生歌配信するので、ぜひまた来てね、来てね、もう来て、ごめんね、なんか最後でごめんね、ありがとう。あ、ママアバターか、なるほど、ほんまじゃ梅しそと一緒だね。ありがとう、バイバイ、みんなまた来てください、おやすみなさい。いきます、3、2、1、バイバイ、ありがとう。